おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。前回の続きね、ではね、女性社会と男性社会、まあ、女性男性のこの関係が、古代は女性が上位だったんだけど、この、まあ、それ農耕が始まる頃ぐらいからこう男の方が優位になったと。でどうもそこの、原因がこう男のコンプレックスだと。でそのコンプレックスが今のこの社会を作ってった、うん、そしてその問題の原因にもなってて、やっぱそのなんかこの社会のこの病根だよね、病根というか要は問題の根底がここにあるんじゃないかな、うん、で戦争なんかはどうもこの男のコンプレックスなんかによって起こってくる可能性が、うん、非常に高いで、でもね、男同士がこう固まるっていうのはね、おそらくね、女性に対して満たされてないんだよね、うんうん、満たされてないがゆえに満たされてない者同士が集まって、うん、だってこれ嫌な思いする人もいるのも満たされてないがゆえに本当に攻撃性になる、そしてそれが競争社会になる、うん、だから、ね、逆に言うとね、極端な話は軍隊なんだけど、うん、おそらくね、大企業なんかでもそんな感じじゃない、うん、要は大企業でさ、むちゃくちゃ働くよね、うん、人多いよね、電通とか、うん、言っちゃいながらそれでさ、やっぱ結局家庭で弾かれちゃってるからもう、うん、そうなるとこの満たされない男たちの吐き溜めがもうそこのなんていうか、むちゃくちゃこう働くところ、うん、で今そこもダメですよって言われて、うんうん、そんな働いてどうする、うん、でどうしたらいいんでしょうかって話なんだよね、うん、だからね、なんとかこう男性社会的な大企業、僕も関連あるんだけど、損保の会社だ、損保の大企業がそうだね、あれね、うん、はっきり言って男同士で固まってさ、うん、だから僕は違和感ある、すごく。銀行なんかもね、よくそんな感じするよね、だから電通なんかさ、あれだよね、こうそういったむちゃくちゃ働く男たち、要はまた女性に愛されてない男たちが集まって競争してるわけじゃん、うん、俺たちはさ、若い女の子入ってきたらさ、もう命なくなるまで働かさないな、うん分かる気もするよ、そういうの、うんうん、で、なんかね、今僕がこう言ってね、なんかこの今の社会暴いちゃったような気がするね、うんうん、これどう思う、うん、ちょっと極端かもしれないけど、うん、どう思う、うん、そうじゃないって言ってもいいよ、ええ、うん、結局、うん、そもそもの話をすると、うん、多分、うん、男性側の一方的な思い違いというか、うん、の部分も多いと思うので、そうなのでなんか、うん、じゃあ女性が悪いのかと言われたら、うん、そうでもないですし、うんうん、まあ、僕が男性なのもあると思うんですけど、うん、男性の考え方を改めていく必要の方が大きいのかなと感じます、うんうん、そうだね、一つはね、神話かもしれないね、はい、この神話を作ったのはこのモテない男集団だよ、だからね、この世界観、人間観をね構成する神話をね作ってるから、こう女性を貶めてるんだよね、うん、古事記なんか捏造だと思うんだよ、知ってる、古事記のイザナギミザナギの話、要はね、まあ、いろいろのイザナギミザナギっていう本のニシンが始まりなんだけど、結局女性がいっぱい女神がいっぱい子供を産むんだけどね、この火の神を産んだ時死んじゃうんだよね、はい、ちょっと分かる、忘れちゃったから、ね、うん、火の神かとか、まあ、とにかく一回死ぬんだよね、ほんで奥さん、こういう子さんにその何こう墓場に行くんだよね、と岩の中に入る、当時だから多分岩にこう隠すんだけど、その岩を覗いた時にウジ虫が湧いて腐ってんだよね、うん、
それを見たらこの愛が冷めちゃうのと、うん、そしたらね、うん、お前はよく見たなっつって追っかけてくるのゾンビになって、うんうんうん、要はねこの女性そのものを貶めるこのなんかシーンを作るんだよ、うんうん、だからねでそれがベースになって、ね、イスラムだってさ今あの 女の人が働きあのその活動あんまりできないようにこうベールねかぶしたりいろいろしてる多分ギリシャ神話にもそういうものが隠されてるしローマの神話にも隠されてるだから世界中ね女性をこう近代社会の元になってるその神話っていうのはそこら辺なんか隠されてるよそんな感じ多分メビウスじゃないねまあ いやメデューサなんかもそう多分その女神を貶めるための道具だったと思うから、ねうん、まあ いやそんなところでどうもありがとうございました。